で、この方は本当に神経のちょっと病気でですね、多系統萎縮症といって、まあ、小脳っていうところがちょっと調子が悪くてですね、バランスがうまく取れないんですよ。いつもこう傾いてるんですね。で、片目ももうずっとつぶりっぱなしなんですよ。片目は開くんだけど、こっちはもうつぶりっぱなし。で、ぐるっとこう食いしまったように、こういう状態なんですよ。これは大変やなと思ったんですけど、口の中を見たらですね、もう歯があるんですけど、全然噛んでないんですよ。これじゃちょっとまあ、ダメやなということで、じゃあなんとか入れ歯作りましょうかということで、頑張って帰ってきてもらって、まあ、入れ歯作ったんですね。そしたらですね、やっぱ入れ歯入れたらすごい調子よくなったって喜んでくれてですね、今度はインプラントにしたいって言い出したんですね。かなりご高齢の方なんですけど、ちょっとインプラントの手術をしなきゃいけないんで、ちょっと大変ですよ、やめた方がいいじゃないですかって言ったんですけど、まあ、どうしてもやるっていうから、わかりました、じゃあ頑張ってやりましょうかということで、ひとまず下顎だけこうインプラント手術します。やっぱりインプラントっていうのはですね、入れ歯と違っても全然動かないですから、安定感がやっぱり違うんですよね。そうするとですね、これ、もう今までずっとこう、背骨が曲がってて、レントゲン取るときも背骨曲がってたんですけど、インプラントの手術して、術後のレントゲン取ったら、ね、もうめちゃめちゃ真っ直ぐになってるんですよ。で、そういうところがですね、今までずっとつぶってた目も開いちゃったんですよね。で、お医者さんとしてびっくりしてるの、目開いたね、みたいな感じで、こういうこともあるんやなと思いますよね。だから左右のその噛み合わせのバランスが取れるとですね、やっぱりこう曲がってたのも真っ直ぐになるかもしれないですね。で、筋肉もやっぱり左右のバランスは取れるかもしれないです。だから本当にすごくびっくりしました。で、こういうのは、確かにちょっと特殊な例かもしれないですけど、それにつけてもですね、この、フレイルになりかけのそのショットの段階はやっぱり、ああいったその口の中の問題のことが多いんで、それを改善することは非常に大事だと